ヤヤトゥーレ、ニエニエリヤヤトゥーレ、1983年5月13日イ、は、コートジボワール出身のサッカー選手、オリンピアコス FC 所属、元コートジボワール代表である、ポジションはミッドフィールダー。セルティック FC に在籍していたコロトゥーレは2位、元サッカー選手のイブラヒムトゥーレは弟であった。コートジボワールの一民族である、 マンデ系の出身であり、この民族は氏名を欧州式の名せの順ではなく、日本人などと同じように生命の順に呼称する。このため2007年から登録名を民族の表記順に則っ,ったトゥーレヤヤ、トゥレイヤヤに変更しており、こちらの表記で呼ばれることも多い。なお兄の頃は欧州式のコロトゥーレ名義のままプレイし続けており、ヤヤの実が生命の表記順を採用している。 1996年、長年の死である、パトリック・ファン・ライエンダムの推薦で、イセク・ミモザのユース・アカデミーに入団した。2000年にトップチームデビューし、2001年に、ベルギージュ・ピラーリーグの KSK ・ベフェレンに移籍してに、シーズン半を過ごした。その後は、ウクライナのメタルルグドネツクで1シーズン半プレーし、2005年に、キリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC に移籍した。 オリンピアコス FC と契約する前には、兄の頃が在籍するイングランドのアーセナル FC のトライアルを受けていたが、労働許可証の問題から、アーセナル FC 加入は実現しなかった。2006FIFA ワールドカップアフリカ予選には、兄頃と共に出場し、カメルーンを抑えて、本大会出場権を獲得した。本大会出場メンバーにも選出されて、十分な存在感を見せつけたが、 死の組と言われた C 組に入ったこともあって、グループリーグ突破はならなかった。2006FIFA ワールドカップ後の2006年8月14日、推定赤金450万ユーロで、フランスの AS モナコと4年契約を交わした。2006から07シーズン序盤は、ラズロボロに監督との不仲も囁かれて不調に、落ちんのローラン・バニド監督の就任後は、 安定したパフォーマンスを発揮した。2007年7月1日、スペインのリーガエスパニョーラプリメーラギビシオンの FC、バルセロナに移籍金900万ユーロで移籍し、登録名を、ややトゥーレから、トゥーレやや,やに変更した。FC バルセロナに所属する、初のコートジボワール人選手であった。同年夏のジョアン・ガンペール杯は、インテルと争い。 先制権を上げて5から0でのトロフィー獲得に貢献し、8月26日のリーグ開幕戦、ラシンサンタンレール戦でデビューした。公式戦での初得点は9月2日のアスレティックビルバオ戦であり、UEFA チャンピオンズリーグでの初得点は2007から2008シーズン準々決勝のシャルケレイヨン戦である。二千七から二千八シーズンは主に MF シャビと MF アンドレス・イニエスタの後ろで中盤のバランスを取るポジションで起用された。2008年に就任したジョゼップ・グアルディオラ監督はややに変えて MF セルヒオブスケツを中盤の底に置くことを好んだため2008から2009シーズン以降は出場機会が減少したが2008から2009シーズンの三冠獲得に貢献した。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝。 マンチェスターユナイテッド FC 戦では、エリック・アビダルやダニエル・アウベスが、出場停止処分を受けて、ディフェンス陣が手薄になっていたことから本職ではない、センターバックとしてプレーしたが、無失点に抑えて、優勝に貢献した。クラブでの功績が評価されて2009年には、コートジボワール最優秀選手に選ばれた。2010年7月2日、移籍金、約2、400万ポンドで、 イングランドプレミアリーグのマンチェスターシティ FC と5年契約を結んだ。週休は22万ポンドに設定され、アフリカ出身の選手としては、プレミアリーグ最高年俸となった。なお、マンチェスターシティには2009年により、兄の頃も在籍している。バルセロナでつけていた背番号24は、パトリック・ビエラがすでにつけていたため、24を反対に、 下背番号42を割り当てられた。7月28日、メキシコのクラブアメリカとのプレシーズンマッチデビューし、1から1で勝利した。8月7日のバレンシア CF 戦で、ホームの観客に顔を見せ、その試合で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。8月14日に、ホワイト・ハート・レーンで行われた、トッテナム・ホット・スパー FC 戦、0から0でリーグ戦デビューし、1週間後のリバプール。 FC 戦3から0では、ギャレス・バリー、ナイジェル・デ・ヨングと共に中盤を形成し、好印象を与えた。9月19日のウィガン・アスレティック FC 戦で70分に、FW、カルロス・テベスのアシストから初得点を挙げた。12月11日のウエストハム・ユナイテッド FC 戦では、前半に左足のミドルシュートで、先制点を決め、後半には、 ドリブル突破からシュートを放ち、ゴールポストとロバートグリーンに当たってゴールとを揺らした。2011年1月15日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦では FW エディンジェコのアシストから得点し、4から3で競り勝った。4月16日のマンチェスターユナイテッド FC との FA カップ準決勝では両チーム唯一の得点となる決勝点を挙げ、 マン・オブ・ザ・マッチに選出された。ストークシティ FC との決勝でも同じく1から0での決勝ゴールを挙げ、マンチェスター・シティの35年ぶりのタイトル獲得に貢献した。このシーズンはロベルト・マンチーニの下でトップ下として起用され、バルサ時代より攻撃的なプレーが多くなった。チームではカルロス・テベスに次ぐ合計10得点を記録。 リーグ戦では三十五試合に先発出場し八得点を決め、シティの初のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。二千十一年十二月二十二日にはシティでの活躍が評価され、アフリカ年間最優秀選手賞を受賞した。二千十二年十二月二十一日にはシティを四十四年ぶりのリーグ優勝に導いたことや、アフリカネーションズカップで、 コートジボワール代表を準優勝に導いたことが評価され、2年連続のアフリカ年間最優秀、選手賞を受賞した。2014年6月、アメリカの経済史ホーブスは、世界のアスリートの年収を公表した。ややトゥーレの年収は2170万ドル、約22億円であり、世界のアスリートの中で59位。アフリカ出身のアスリートとしては1位であり、 サッカー選手の中では9位である。2013から14シーズンは、キャリアハイを大きく上回るパフォーマンスを披露し、プレミアリーグとカップ戦2巻に大きく貢献した。得点数は、チーム最多で、リーグ全体でも3位となる20ゴールを記録。これは、MF としては稀に見る記録である。2014年夏には、自分の誕生日を祝ってもらえなかったとして、遺跡を志願。 しかし、これは年俸釣り上げのためだったという見方も多く、結局残留した。2015年1月9日、アフリカ年間最優秀選手を4年連続で受賞した。これは、サミュエルエトー・カメルーンと並んで、歴代トップタイとなっている。2016年9月20日、代表引退を表明したが、これは2017年12月26日に撤回された。 2016から17シーズンより、クアルディオラが監督に就任、当初チャンピオンズリーグのメンバーリストから除外された。またヤヤの代理人が、クアルディオラを批判したため、代理人がクアルディオラに謝罪をしない限りヤヤを起用しないと、クアルディオラは明言。しばらくは全く起用せれない時期がついた。数週間後ヤヤ,ヤが直接謝罪をすると、11月16日のクリスタルパレス戦で、 スタメンにサプライズ起用され、いきなりにゴールを決める活躍を見せた。その後は、レギュラーとして、プレー、2017年6月1日チームとの契約を1年延長した。2017年9月20日、リーグカップのウエストブロムビッチアルビオン FC 戦で、通算300試合に出場した。2018年5月4日、クアルディオラ監督のリーグ戦。 ハダーズフィールドタウン FC 戦前の記者会見において、クラブ在籍中の実績への称賛の言葉とともに、マンチェスターシティ対談が発表された。ホーム最終戦となるブライトンホーブ、アルビオン FC 戦前のグアルディオラ監督の記者会見でも、クラブでの実績とロッカールームでの振る舞いについて、称賛された。2018年9月2日、 オリンピアコス FC に加入することが発表された通算1 2 1 9楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。